未来岡山キビロマン無料循環バスの特徴について教えてください。はい、公共交通機関ではなかなか行きづらい場所もカバーしております。9月25日までの同日祝に、30分ごとに運行しているのでぜひご乗車いただきたいと思います。備中高松城の戦い VR と謎解きについて教えてください。はい、VR は自宅のパソコンやスマホで楽しめるものと、現地でしかアクセスできないものの2つがあります。現地でアクセスする VR は様々な武将の視点に立って水攻めの舞台を見ることができますので、現実の風景と比較しながら遠い時代の戦いに思いを巡らせていただきたいと思います。また謎解きゲームは知識ではなく知恵が試されます。歴史に詳しくなくても楽しめるのでご家族や若い世代の方もぜひ挑戦していただきたいと思います。石山公園ライトアップの特徴について教えてください。はい、天の川をイメージしたライトアップでイルミネーションの明かりも川沿いに設置します。7月末から8月中旬までの週末は飲食イベントも開催しますのでぜひ皆さんお越しください。